こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ、吉川由里です。この番組をお聞きいただいているあなたは、多分、何か好奇心を持って、新しい方向に進みたいとか、もっと自分を成長させたいとか、新しい知識を身につけたいとか、何かこう、前向きなエネルギーで、前に進んでいきたいって思っていると思うんですよね。 でそうやってこう自分を成長させていったりとか新しいことをしていったりとかする上でとても大事な考え方があるので今日はそれについてお話ししたいと思いますというのはですねこの前、まあ、1年かもうちょっと長い間ご一緒してるお客様がこういうことをおっしゃられたんですよね「私にはブレイクスルー経験がない」っていうふうにおっしゃられたんですよでそれを聞いて私結構びっくりして実際に その方が、まあ、何をブレイクするって思ってるかっていうことなんですけど、旗から見ていたらかなり変わっている変わってるんですよね。まあ言ってることとかやってることとか変わってるんですけど、ご自身では気づいていないんですよね。で、私が見てるだけじゃなくて、まあその方の周りの人も同じことをおっしゃっていたので、私だけの <laughs> 感覚じゃないと思うんですけど、で、それを聞いた時にな、なんでかなって思って、 よく聞いてみるとこうブレックスルーっていうのはなんかもう人生が大逆転するみたいなもう一瞬にしてピーってこう白黒テレビがカラーになるみたいなそういうイメージだったみたいなんですよね。でその人間が成長していったりとか変化していったりする前に進んでいったりする過程でバーって一瞬で変わる時もあれば。 徐々に徐々にもう本当に気づかないようなスピードで変わっていくっていうのもどっちもありなんですよね。でそのスピードとかそのああっていうなんか驚きみたいなものがないといけないっていうふうに思ってるのはまたそこに自分のなんかこれはこういうものであるみたいな制限があるからなんですよ。 で、そもそもブレイクスルーって私よくこの番組では使っているので、な、何かっていうのが分かってる方多いと思うんですけど、もともとは、えっ、ー、と、科学の研究とかで何かが、こう、研究とかが停滞していて、で、ある時にハって何か発見があって、パッてそこから動く、みたいな、それがブレイクスルーなんですけど、まあ、イメージ的にはちょっと壁を突き抜けるみたいな感じですよね。で、それを、まあ、自己啓発の分野では、 すごいアメリカのコーチング会とかではすごくよく使われる言葉で考え方がパッて変わったとか物の見え方がパッて変わったとかハッて人に何か言われて気が付いてなんかそこからちょっと変わっていくみたいなそういうイメージなんですけどなんかそれがめちゃめちゃ大きい場合例えば私だったらマトリックスの,あの映画「マトリックス」のピルを飲んで外に出るみたいなああいうのが起こったブレイクスルーもあれば。 すごい地道に毎日の生活の中で意識を集中し続けて起こったブレイクスルーもあるんですよね。実はここ3日ぐらいでも結構ブレイクスルーが起きて物の見方がまたすごい変わって物の見方が変わらずやっぱり現実がすごい動くので結果に帰ってくるんですよね。あの現実の結果としてで。その物の見方が変わってちょこちょこ行動するのってすごい地道な作業なんですけどそれを やり続けることによってやっぱりブレークスルーが起こるスピードとかが速くなってきたりとか回数が速くなってきたりするわけですね。なのでやっぱり一番大事なのはこうなんか一発逆転めちゃめちゃすごいカーンってなんか逆転ホームランみたいなそういうことを人生で期待するんじゃなくてこう毎日の小さな積み重ねの中で人生をいかに充実させて生きていってそして 本当に自分の行きたい方向に行くかっていうその考え方がものすごく大事だと思うんですよ。で、これ Facebook の、あの、無料 Facebook のメンタリングコミュニティやってるんですけど、こちら興味がある方はあの、ショーンとのリンクに貼ってあるので、ぜひ参加していただきたいんですけど、この中で私が、あの、これについてポストをしたんですよね。そしたらやっぱり、いろんな方がコメントいただいたので、そういうふうに、こう、自分の成長っていう、 とととこころろか変化っていうところをこうもっとすごいこととをしななきゃいけないけかもっとこうスピード上げなきゃいけないとかもっともっとみたいなエネルギーで捉えてる方ってすごい多いのかなと思ったのでこの話をしてるんですけどそこには何個か原因があると思うんですけどまあ一つ目は私すごく思うのが特に日本人の女の方をコーチングしてて思うのが目に見えない基準みたいなのを自分が作ってて このくらいのレベルに達しないと自分は決して私を認めませんみたいななんかがあるんですよ。で、これ私もあったのですごくよくわかります。わかるんですけど、このこれくらいの基準に達しないと私は自分を認めないっていうバーってなんか上がり続けることはあっても下がることがないんですよね。つまり、まあこれは私の身に起きたことなんですけど、 これくらいはできないとおかしいだろうっていうのをあるじゃないですか。これくらいじゃない、例えば今のあったらこれくらいじゃ、これくらいのことがないとブレイクスルーとは絶対に呼べないみたいな。だから私にはそれがまだ起こってないんだみたいな感じなんですけど。仕事とかでもこれくらいじゃないとこういうところにいてはいけないみたいななんかがあったりとかして、それができるようになったら今度はそのもっと上の団体みたいな方に行こうとするから、 そうするとその団体の中ではまた一番下なわけですよね。そうするとじゃあこれくらいできないと絶対ここではこう存在価値がないみたいなのが永遠に続いていくわけですよね。じゃあいつになったら自分を認めるんだっていう話ですよね。別に自分に甘くしろって言ってるわけじゃないんですけど、いつまで経っても自分を認められない人っていうのは、やっぱりそこで自分を受け入れていないから、成長がどっかで止まっちゃうんですよね。 なんでかっていうとある程度のところまでいったら今度は人生っていうのは何かを成し遂げたりとか何か物理的なものを手に入れるためのものじゃなくなるわけですよある程度までいったらでそしたらその次にはやっぱり自分が自分自身を受容して自分を統合していって内面の世界をどんどん豊かにしていくっていうフェーズに入ると思うんですよねこう人間の成長の確実な流れとしてで別にそこまでいかなくても幸せな人はそこまでいかないんですけど 多分こういう番組を聞いていらっしゃる方っていうのはなんか潜在意識的にそっちに何かあるはずって思ってるから聞いてるんですよねってことはそのそのそのプロセスの中でとても大事な自己需要っていうところにこれくらいのことが起こらないと自分は認めないみたいなのが相反してるからたどり着けないんですよなのでそそのこれくらいの ででできななないいいいいととみたいな枠を自分で作っっってててるううことにまず気づくっていうことが大事なんですよね。でそもそも何でそんな,なんか一発逆転みたいなことが起こらないといけないと思ってるのかって言ったらやっぱり今までの自分に満足してないからですよね満足してない今のまでの自分に満足してなくて今の自分の現状に満足してないから一発逆転ですごい世界に飛ばないといけないみたいに思うんですけど。 本当はそうじゃないですよね。まあ、たまにあるんですけどね。白馬の王子様みたいなのが来て、うおーって変わる時もはある。あるけど、あれシンデレラには怒ったけど、シンデレラのお姉さんには怒ってないから、確率的に、まあ、低いじゃないですか。怒りますよ。怒るって死んでたら怒ると思うんですけど、確率的には低い。なので、こう、普段の生活の中で、地道に、なんかしないといけないですよね。で、そのなんかするっていうのは、その自分のブレイクスルーが、 ないって思ってる人とか、なんか自分全然変わってないって思ってる人は、行動足りてないんじゃないかって思うんです。この行動チェックするっていうのが2つ目なんですけど、日々の行動が本当に自分の目指してる方向に合ってるのかっていうのを考えてほしいんですね。そう、これ本当に大事だから、日々の行動がその目指している人がもうすでになんか目指しているところとか自分がこう手に入れているところ、 そこにいるあなた自身が、もうそ今自分だとしたら、そのあなたはそういう行動なんですかっていう話なんですよ。で、私もいつもなんか自分が停滞してるなって思うときは、この行動がマッチしてない。行動がその未来のアイデンティティ,ティにマッチしてないっていうことがもう、ほぼそれですね。<laughs> ほぼそれ。ほぼそれか、そうじゃなかったら、その自分のエネルギーがその行動に合ってないんですよ。 なんかこう、欠乏のエネルギーとか、持ってやらねばエネルギーみたいなんでその行動してもあんま意味ないんですけど、その行動がピュアな未来の自分だったらこ絶対こうするみたいなエネルギーでやってる時ってやっぱ疲れないし、たくさんのことができるんですよね。モチベーション高く保てて。まあ、そんな感じで本当に自分のエネルギーを調節しながら行動していくっていうのがすごく大事。で、ブレイクスルーを起こすためには、 今までの考え方とか、今までのやり方とかじゃ無理なんですよ。無理だからブレックスルなんですけど、ってことは何かを変えないといけないですよね。で、その顕在意識でマインドを変える、あの、書き換え、アファメーションとか、それもそうだし、あと、怖いし、こんなことやりたくないんだけど、やってみるっていう行動を変えるっていうのも一つですよね。その、 マインドのかけがえと行動っていうのをセットにしていくことによってブレイクスルーの頻度と速度が上がっていくんですよだからなんか本当に今考えられないような大きいことをやりたいって思ってる人はそこのサイクル早く回すためにこの目標を達成するためになんか邪魔になってる思考っていうのに気づいてそれをどうやって書き換えたらなんかその代わりにどういうふうに考えたらいいかなって思いながら その日々の行動を未来の自分の状態に合わせて繰り返していくっていうのが本当に大事です。で、まあ、その一発逆転はいつか来るかもしれないけど、そうやって日々日々何かをやってる人の方に、まあ、運命の女神みたいなのがいるとしたら微笑むわけですよ。なぜなら、そこにあなたの本気度がこもってるからですね、あの、本気でやろうとしてる人に対して、 運命の女神っていうのは本当に優しい。でも、いつもなんか欲しいです。金と銀の斧が欲しいです。みたいな、何もしてないのに。人が来てもくれないんですよ <laughs>。そう。だから、本当に自分が何か成し遂げたいとか、目標を達成したいとか、またはただ単にこうやりたいことを見つけて何かを叶えていきたいとか、 もっと幸せになりたかったとか何でもいいんですよ。何でもいいんですけど、こう自分がちょっと今日よりも明日の方が進んでるみたいな実感を感じたいんだったら、やっぱりそこで、昨日の自分の考え方じゃなくて、未来の自分の考え方だったらどうだろうみたいなことを毎日問いかけて、毎日ちょっとずつ調整していくことによって、必ずいつかなんかいきなりガーってクォンタムリーブみたいな、ブォって言うのが来るんですよ。 来るんですけど、そこをこ、過去の自分を認めつつ、今の自分を認めつつ、照準を合わせて、着々とやっていくっていうのが、すごく大事。だから、そのあたり、その現実世界での自分の動き、プラス、未来を想像する力みたいな、そして過去を切り離す力みたいな、この三つですね。この三つを意識して、毎日過ごしてみたら、 必ずあなたは本当に行きたい方向に行けるようになると思います。こういう考え方って私は昔は知らなかったので、やっぱりすごく現実世界でなんか本当に勝つまでは食べませんみたいな感じで頑張ってたんですけど、<laughs> なんか勝つまでは欲しがりませんか。<laughs> なんかそういう感じで頑張る人だったんですけど、なんかこういう考え方を知ってからやっぱりいろんなことがうまく回るようになって、今まで 思ってもいなかったような機会が来るようになって、すごくありがたいサイクルに入ったんですよね。で、やっぱりその、そこには私、コーチングっていうの学びっていうのがすごい大きかった。まあ、コーチングだけではないんですけど、コーチングの学びっていうのがすごく大きかったので、このコーチングをやっぱりいろんな人に、本当にいろんな人に広めていきたいなと思っています。そういうことに興味があったら、ぜひ、小ノートのリンクから、 12月の無料のコーチングコミュニケーションワークショップっていうのに参加していただけると嬉しいです。12月17日から5日間なんですけれども、もしあなたの周りでもこういう話が役に立つんじゃないかなって思う方がいたら、ぜひ誘ってあげてください。ということで、あ,あと、ポッドキャストもね、こういろんな方に教えてあげていただけるとすごく嬉しいです。この動きみたいなのが、こうみんなでこう、 変わっていく動き成長していく動き前進していく動きみたいなのが広がっていったらすごく嬉しいです。ということで最後までお聞きいただきありがとうございました。自分を変えたい人生を変えたいと思ってる人すでに人生で多くのことを成し遂げて満足しているけれどもっと大きなことをやってみたいとか次のレベルの成功を目指したい人他にも同じようなことを考えている女性のいるコミュニティに入りたい人 h a p p i l y e v e r a f t e r 未来デザインメンタリングコミュニティは そんな女性のののための無料のコミュニティですコミュニティには自己啓発ハイパフォーマンス引き寄せ NLP など多彩なトピックの週一トレーニングアクションプランニングセッションなど無料のマスタークラスやワークショップおすすめの本の紹介などモチベーションが上がる投稿などコンテンツ盛りだくさん興味のある方は QR コードまたはショーノートのリンクから参加してくださいね。